鮫島勝馬のサメカツ。ありがとうございます。決まりました。はい、決まりました。先ほどスパイダー京都店さんでかっこいいコーディネートしてもらって、だいぶ変わりましたね。はい、まあ、あの次なんですけど、僕と富田くんはよく一緒にサウナに行くサウナーなんですけど、ちょっとカンタくんにも、はい、僕らがおすすめするサウナ、まあ、よく行くサウナを紹介したいなと思いまして、ここなんですけど、左右鴨川というサウナで、まあ、鴨川沿いにある、まあ、今日あいにくの天気ですけど、じゃあぜひちょっとまず行ってみたいと思います。いよいよサウナに入ったんですけど、どうですか、普段サウナとかは。普段サウナはこんなところに来たりとかしなくて、まあ、減量で、あ、女性寮のサウナ、金曜日と土曜日ちょっと入るぐらいで、まあ、僕らはね、よく、まあ、平日も毎日行くんじゃないかってぐらいよく行くんですけど、皆さん気づいたっすかね、こう僕と若月くんのこのサウナハットお揃いなの気づきましたかね。あの色違いなんですよね、はい、ユニフォームを今日はね、はい、背負って、まあ、普段こういうここ違うサウナ のサウナハットなんですけど普段ここでサウナやってますってユニフォームみたいなもんですね、まあ、サウナに入りながら語っていきましょうみたいな感じですけど、はいはい、こうお互いのこう僕たち思うこう印象、ジョッキーの印象とかを話していこうかなと思うんですけど、うん、まあ、カンタから見て、はい、こう2人、はい、僕と若月さん、はいはい、どうですか。やっぱもう勝馬さんは本場でも一緒に乗せてもらってるんですけど、はい、やっぱレースの運びとか、はい、作り方がすごい上手だなと思いますし、はい、あとやっぱ返し馬でよくこう馬を作っているっていう印象がすごくあって、はい、赤月さんはあんまり一緒に乗ったことはないんですけど、それでもやっぱこう映像とか見てるとやっぱ一番かっこよく追うというか、アメリカンのスタイルですごいかっこいいですしっていう印象が強いです。ありがとうございます。こうやっぱアメリカンスタイルで追うっていうのはなんかこうこだわり的な何かこうきっかけだったりきっかけですか。なんかまあみんないろんなね乗り方ある中で、自分はこの乗り方っていうのが赤月は結構確立されてるなっていうのがある、ブレないというか。いや、めちゃくちゃ本当はヨーロピアンスタイルとかめっちゃ憧れるんですけど、実は試したりとかも実際してた時はあって、うん、あ、オーストラリアの時とか、まあでもね、やっぱなんていうんですかね、できない。まあそれだったらもうアメリカン、まあやっぱかっこいいと思うし、それをどんどん突き詰めていきたいなっていうのはあって、そこにたどり着いたかなっていうのはあります。なんで敬語なの。確かに敬語は先輩なんで、はい、いやですね、はい、まあ勝馬くんはやっぱなんていうんですかね、頭がいいっすね。もうなんていうんだろう、競馬脳がすごくて、こんな感じですごい競馬をめっちゃ見てる、うん、こんな感じ で、プライベートで一緒にいたりとかしてもやっぱ結構常に競馬のこと考えてるし、本当に頭で勝ってるジョッキーだなっていうか、もうカンタは本当にさっきも一緒に乗ってないのであんまりあれですけど、やっぱすごい目立つ新人というか、まあ、本当に勝利数もそうですし、積極性とかなんていうんですかね、すごい新人が出てきたなというか、本当にもっともっと追いつけるように頑張りたいです。僕も頑張ります。なんかね、まあカンタはまあ去年デビューして、まあたくさん勝ち申し上げて、今年もいい流れで入れたと思うし、まあ、あとはやっぱこう大橋先生のバックアップをすごいこう周りが見ても
やっぱこう大橋先生イコールカンタ、カンタイコール大橋先生みたいなイメージがすごいあって、本当にこう僕もすごいいい師匠に育てられたんで、このままこう大橋先生と築いていってほしいなっていうのはあるし、若月はまあ本当にこうオーストラリアから武者修行から帰ってきて乗り方はまあ明らか変わった、まあ誰が見ても変わったって多分思うし、まあ僕は結構近くで見てたからより変わったかなっていうのはあるですね。競馬はなんか性格がレースに出るというか、まあそういうところも見てたら、まあ知ってるからこそよくあるかなって、まあもうちょっと頑張れるんじゃないかなと僕は側近で見て思ってます。ありがとうございます。はい、ティッシュの人から見たらいいジョッキー、ジョッキーの人から見たらいいジョッキーって何だと思う？僕はまあ騎乗技術はもちろんですし、こう誰からもこう好かれるようなジョッキーに、まあ、なりたいと思ってますし、お客さんとはやっぱこうそういうとこって伝わらない部分がやっぱこのジョッキーから見てのいいジョッキーの基準なんじゃないかなと思うんですけど、成績とかだったらお客さん見てこう、あこのジョッキーすごい勝ってるからいいジョッキーだって分かると思うんですけど、こうジョッキーから見ていいジョッキーかっていうのはやっぱこうお客さんとか外から見えない部分が一番感じれるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそれ以外でなんかあれすごい難しいですねこれって、うん、最後の バトンがジョッキーなんで、最後でなんかもう安心してというかやっぱ託せる、いろいろな意味でジョッキーっていうのがやっぱ、うん、なんていうんですかね、ジョッキーが不安でもやっぱ多分ダメだと思うし、こうやっぱ自信もあって、うん、じゃあどうぞって言われた時に OK って言って託せるジョッキーっていうのが、うん、僕の理想っていうかやっぱなりたいところなので、うん、そこに向けてっていう考えたらそれが理想なの、あいいジョッキーなのかなって思いますね。やっぱ勝間さんと赤月さんが言ってることと似てるかもしれないんですけど、やっぱりもしどんな競馬してめっちゃ下手に乗って負けても、厩舎関係者の人からまあこいつが乗ってこういう負け方したなら仕方ないって思えるようなジョッキーはすごいいいジョッキーかなと思いますね。やっぱそれまでの人柄とか全部含まれてこう任されてるのもあるかなと思いますし、はい、どんな結果であろうとこいつに任せてよかったなって思えるジョッキーがすごいいいジョッキーかなって思ってます。なんか競馬学校の時に学校の先生が同じ勝利数のジョッキーが2人いて、選ばれるようなジョッキーになると、例えばこう本当にめちゃくちゃ勝ってるジョッキーと、例えば全然勝ってないジョッキーだったら、まあ大概の人が勝ってるジョッキーを乗せたいと思うんですけど、例えば勝利数が本当に同じ勝利数のジョッキーで2人どっちか選べって言われた時に選ばれる、でそこの違いが生まれるジョッキーが、まあ本当に何て言うんですかね、なんかそういうジョッキーになれっていう教えをよく受けてました。
まあ今完全に整いタイムで整いました。鴨川が綺麗に見えるこの外気浴ができるエリアで、ちょっと語っていこうかなと思うんですけど、どうしよう。でなんですけど、まあ、トークテーマは僕たちからカンタに対してアドバイス2、3年目に向けて、はいはい、まあ今2年目, 2年目、はい、で減量システムっていうのがこう分かりやすく言うと減、デビューして5年未満の若手ジョッキーが100勝するまでにもらえるハンデのことで、50勝す、30勝するまでは3キロ、50勝するまで2キロ、100勝するまで1キロっていう、こう、ハンデ、軽くなる、筋量をもらえるっていうことなんですけど、だから今1キロ減ってこととかな、今カンタは僕たちより1キロ軽い筋量でレースに乗ってる、馬が1キロ軽い負担で乗ってるっていうことなんですけど、その減量がやっぱ2年目、3年目はすごい大きなポイントかなと思いますね。まあ、僕もちょうど3年目で取れて、まあ4年目はもう周りの人たちも今年からが勝負やなってこうすごい言われる機会が多かったし、今年ね、勝って来年からなくなるかもしれないから、ハンデがね、その減量という、そこがポイントですかね。どのぐらい変わるもんですか、やっぱりあるなしですね、まず厩舎関係者だったりオーナーさんが、まあ、減量でいきましょうってなると、減量ジョッキー、減量がある何十人かで20人ぐらいですかね今、はい、で1人選ばれるっていうのと、減量がなくなったら全ジョッキー100何十人から1人選ばれるジョッキーにならないといけないっていうので、まあ基本的にこう騎乗依頼が多分増えはしないと思うんですよね。こうでもそこでチャンスをつかめばどんどん増えていく、そこだけですかね。本当に2年目3年目のポイントって言ったら、減量なくなっても乗れるような基礎作り、まあ騎乗技術もね、もちろんこう減量なくなれば、減量のうちはね、減量だししょうがないかってなるけど、まあ減量なくなってればそれもなくなるし、責任も重くなると思うから、そこですかね。ちょっとさっきも言ったんですけど、サメ活でなんか競馬の話ちょっとなんか僕もなんかちょっとなんかそわそわするんですよ。違うなって思ってますね。さっき遊んだじゃないですか、さっき寒いしそわそわするし。はい、今日一日、サメ島勝馬のサメ活、富田暁ジョッキーと、田口カンタジョッキーにお越しいただいて、さまざまな企画をやっていったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。こっちも、はい、こっちもこっちも、はい、こっちも、はい、どうでしたか。すごい楽しく、あんまりこう、ね、勝間さんと若月さんとこうプライベートで接する機会なかったので、すごい楽しかった。こんな昼から動かすなと思ったら大丈夫です。いや本当に普段のね、ちょっとこうプライベート感を出そうと思ったんで、もう台本もなかったですし、なんか僕らの日常みたいなのが映せたんじゃないかなという。よかったですね。はい、いや本当楽しくできました。はいはい、まあ本当に、ここまでで、この2人とはお別れなんですけど、次回もサメ島勝馬のサメ活、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。